休憩前に引き続き会議を開きます。次に10番永井義勝君の一般質問を行います。10番永井義勝君の質問を許します。登壇願います。どうも皆さんこんにちは。日本共産党の永井義勝です。まず最初に、新型コロナウイルスの感染拡大防止について質問いたします。世界的なパンデミックとなっている新型コロナウイルス感染症の拡大、新型コロナウイルス感染症が発症して1年4ヶ月が経過しました。しかしこの日本では感染が収まらないどころか、今や第4波といわれるような感染拡大が続いています。県内ではイギリスや南アフリカ、ブラジル、フィリピンなどで確認された N501Y の変異株も、昨日現在756例が確認され、5月1日以降陽性者数に対する変異株の割合は 65% に達しています。今後この変異株が感染の主流になり、広めていくことが懸念されます。この変異株は従来のものより感染力が強く、高齢者だけではなく子どもや若者までもが感染の危機にさらされています。ちょっとここで、パネルを見ていただきたいんですけれども、このグラフですね、これは全国のものなんですけれども、このパネルでも分かる通り、4月から5月にかけまして、この赤いところが家庭内での感染のこれですね、なっています。で、下の方に、事務所ですとか学校、病院、高齢者施設というような形になっています。それで国では飲食店、事業所など、などへの休業要請や時短営業などの施策を実施していますが、そのような対策では感染拡大を防ぐことはできません。いかに自宅での家庭内感染を抑えるかが重要になっています。それで、この次のパネルなんですけれども、これは年代別に出したパネルです。この部分が20歳未満の部分で、やはり赤いのが家庭内での感染で、その後の紫色が、これは学校等での感染というような形で、やはりどの年代にても家庭内での感染が高くなっているのが分かります。30代から、50代ぐらいまでは、事業所、飲食店などの一定定数ありますけれども、やはり自宅感染が多いことが分かります。60歳以上では高齢者福祉、施設が多くなっていますけれども、ただ自宅での感染も多くなっているということです。で、県内では、5月の20日から31日までの感染者数550人のうち、未就学児童が、32人、10代が62名、20代が122名おり、全体の 39% をこの3つが占めています。このように、新型コロナウイルスの感染株は高齢者だけではなく若年層にまで浸透し、無症状感染者の増大を招きかねません。県はこの今年の2月から3月にかけて、32市町村の高齢者障害者施設521箇所26,510人を検査した結果、7名の無症状感染者を確認しました。このウイルスは無症状感染者からも感染します。もしこの検査を行っていなければ、いずれの施設でもクラスターが発生したかもしれません。3月の一般質問で、県の PCR 検査で、対象外となる高齢者福祉施設関係、障害者福祉施設、保育所、学校等の勤務者への PCR 検査に取り組んだ笠間市の例を紹介しました。その検査では、2076人の陰性が確認され、1名の陽性が出ました。
まあ、その後、市は、市内に在住、在勤、通学するもので、まあ、PCR 検査を希望するものは自己負担金2000円でプール方式の PCR 検査を受けられることになりました。まあ、昨日までの例では常陸太田市が市民を対象に PCR 検査が始まり、自己負担金は2000円とあります。また筑西市では市が PCR 検査を1回無料で受けられる施策を実施すると発表しています。まあ、今65歳以上の高齢者へのワクチン接種が始まりましたが、まあ、若年層への接種はまだまだ先になります。まあ、筑波市や神栖市の保育所、学校等でのクラスターも発生しました。変異株が主流になっている今こそ若年層の無症状感染者を発見することが感染拡大防止につながります。そこで改めてお聞きします。前日した通り、今家庭内での感染が広がり、子どもや若者までもが感染の危機にさらされています。まず最初に、安心安全な町を目指すこの阿見町でも改めて全町民への PCR 検査の実施を求めます。またそれができないのであれば、どのような形で新型コロナウイルスから児童生徒を含めた若年層を守るのかお聞かせください。次にワクチンの接種に関する質問を行います。現在65歳以上の高齢者の方から接種が始まっています。まあ、電話回線が混雑しつながりにくい中、まあ、行政区単位での申し込み受付とバス送迎による集団接種も案内され、高齢者の中では喜ばれています。しかし行政区に加入していない高齢者や高齢者に対してはどのような手当を行うのですか。また体が不自由で動けない方や寝たきりの方に対してはどのような措置を取るのですか。ワクチン接種のキャンセルの件についても伺います。まあ、高齢者の接種が始まれば体調等の理由でキャンセルが発生します。坂東市ではワクチンの廃棄が生じないため、対応として地域の社会活動を担っているエッセンシャルワーカーの方々への接種を考えています。エッセンシャルワーカーとは人々の生活にとって必要不可欠な労働者です。坂東市では変異株の蔓延による若年層の重症化なども注目し、市内の介護保険サービス事業所や障害者サービス事業所、市内の保育所、幼稚園などの幼児施設や放課後児童クラブなどにワクチンの廃棄を回避するための対応協力を要請しています。冒頭でも述べたように、変異株は若年層にも蔓延しています。65歳未満の方のワクチン接種が先延ばしになる中、エッセンシャルワーカーの方々への早期の接種も必要になってきます。町としてワクチン接種がキャンセルされた時の対応について伺います。まあ、この間私は、まあ、特に高齢者に対する PCR 検査での質問をしてきましたが、まあ、今回はこの変異株の拡大により若年層に対しての質問をしました。まあ、そのことを再度考えて答弁をよろしくお願いいたします。ただいまの質問に対する答弁を求めます。町長千葉茂君、登壇願います。長井議員の新型コロナウイルスの感染拡大防止についてのついてにお答えいたします。1点目の全町民への PCR 検査の実施についてであります。全町民の PCR 検査は町内の感染が拡大した状況を踏まえた上で、県にも相談をしながら検討することになるかと思いますが、現在まだそのような状況にはなっていないものと思っております。なお児童生徒を含めた町民に対しては引き続き感染対策の徹底の呼びかけを行い、学校や保育所においても感染対策を徹底してまいります。2点目のワクチン接種の行政区単位での集団接種の取り組みの中で、行政区に加入していない高齢者に対する
手当についてであります。今回は行政区単位での申し込みとなっているため、通常のコールセンターまたはインターネットからの申し込みになります。体が不自由で動けない方や寝たきりの方については、往診や訪問診療を行っている医療機関であれば対応可能ですので、まずは主治医にご相談いただきたいと思います。6月上旬には65歳以上の方を対象に、すでに接種予約の申し込み済みの方や、まだ申し込みをしていない方にも読んでいただきたい内容を盛り込んだ新たな通知を出す予定です。ワクチン廃棄を防止するための取り組みについてや、ワクチン接種後の不安軽減のため、接種後にどのような症状が出る可能性があるのか、また対処方法についても掲載しております。町民の皆様が少しでも不安を少なく安心してワクチン接種が受けられるように情報提供を行ってまいります。3点目の集団接種のキャンセルへの対応については、難波議員にお答えしたとおりでございます。10番永井義勝君。はい、はい、今の答弁の中で PCR 検査実施について回答では、まだそのような状況になっていないということが言われています。先ほども述べたようにですね、今の変異株、これ特に若年層に、及んでいるわけなんですけれども、先ほどもお話しした神栖市やつくば市、こういったところでは学校保育所などにクラスターが発生しています。それを防ぐためにもね、全町民への PCR 検査ということで今回質問をしているわけなんですけれども、回答の中ではまだそういった状況になってないという回答なんですけれども、具体的にお伺いしたいんですけれども、全町民ということも話なんですけれども、その中で、町としてですね、保育士や学校の先生などそういったところにですね、ある程度限定された形、エッセンシャルワーカーって言い方もしますけれども、そういった形への PCR 検査はできないですか。 お伺いします。保健福祉部長、湯原克彦君。はい、お答えします。まず感染状況について、保育所や学校とその他について、クラスターが起きるような起きているような状態においては、ある程度封じ込めをするためには PCR 検査も必要になるかと思いますが、そのような状況になった時点においては県の保健所と相談しながら対応策を考えていきたいと思っています。ただ現在クラスターも起きている状況ではないので、そのようなまだそういう施設に対する PCR 検査を実施するということは現在考えておりません。以上です。10番永井義勝君。県の方ではね、大洗町とかそういったところで、やられているわけなんですけれども、実際のところこのクラスターが発生してから検査をするというのは、俗に言う行政検査という形になって、もちろん県の方の費用で、できるわけです。で、今私の方で質問しているのが、その町の費用というような形になるかもしれませんけれども、そういった形で、できないかというお話なんですけれども、でちょっとお伺いしたいんですけれども、その検査費用にかかる部分ですね、これは新型コロナウイルスの地方創生臨時交付金があります。でこれで、現在残高としてこの前いただいた中で9872万6000円が、あるということを全協の資料でもらってるんですけれども、そういったのを活用する中で PCR 検査というのはできないものでしょうか。保健福祉部長、湯原克彦君。はい、お答えします。そういう交付金については、コロナ対策という形で有効な形で使うことが一番望ましいことは思いますが、ただ PCR 検査をして、それが例えばそこにいないということだけ安心するだけの政策でそれがいいのかというのがまた別の話になるかと思いますので、そういった活用についての一応現在のところは考えておるところではないんですけれども、ある程度の今後の状況を踏まえながら見守り、ある程度考えることも必要なのかとは思っております。以上です。
10番永井義勝君。はい、使う、それに費用として使うことは可能なんですよね。まずそこちょっと確認したいんですけれども、政策企画課課長糸川正志君。はい、私の方からお答えさせていただきます。PCR 検査を、実施している市町村というのも、ございまして、ちょっとそこがですね、現在のこの交付金活用しているかどうかというところの確認まだちょっと今現在私の方で取れてないんですけれども、制度の趣旨としては、そのコロナ対応に対して交付金を充てることができるという理解でございますので、活用は可能だというふうに考えております。以上でございます。10番永井義勝君。はい、わかりました。なかなかね、日本、国の施策としてもそうですけども、その検査体制がなかなか広がっていかないという実態があります。で、諸外国、この前ちょっとイギリスの情報がちょっとあったんですけども、そういったところでは町の薬局で無料で PCR 検査をキットをもらえるというようなね、システムが、ですから何回も国の政策としてできるというようなところがあって、やはりその日本の状況がまだまだ遅れている、ワクチン接種にしてもそうですけれども、というような気がします。で、県の方としても、ね、いろいろな形である程度行政検査という形でできると思うんですけれども、そういう状態になってから検査するというのはやっぱり後手後手に回っているというような状況だと思いますので、ぜひとも、そういった形でですね、PCR 検査も必要だということをぜひとも認識していただきたいと思います。それとあと、この答弁書の中にですね、65歳以上の方を対象にに、新たな通知を出すということが書かれていますけれども、その中でその、ワクチン廃棄を防止するための取り組みとかそういうことも、回答の中で書かれているわけなんですが、具体的にどのような通知を出されるのかちょっとお伺いします。保健福祉部長湯原克彦君。お答えします。一応新型コロナワクチンの接種についてということで、全ての65歳以上の方にある程度接種の勧奨もまだまだ予約されていない方に対する予約の促進も含めまして、今の現在の予約受付方法、それと接種場所、こちら個別接種の医療機関および集団接種のですね、場所や時間の日時を記載したもの、それとワクチン廃棄を防止するための取り組みといたしまして、集団接種での会場においての、一応65歳以上の対象とする方に対する公募の申し込み方法と、それと待機の方法、それとですね、ワクチン接種後 その体調不良についてということで、どういう症状が見られるかという情報提供と、そうした場合における相談先、問い合わせ先を記載した文章になります。そうしたものを、来週早々に、これを発送する予定でございます。以上です。10番永井義勝君。はい、こういった、通知を、受け取れば、まだ予約してない人もじゃあやろうかなとかね、そういった形で、接種のパーセンテージが増えてきて、いいことだと思うんですけども、その中で、ワクチンの、廃棄の問題、これにちょっと、お伺いしたいんですけども、回答書の中では、集団接種のキャンセルの対応については、難波議員にお答えした通りですということで、先ほど私も、難波さんのやり取りを聞いていたわけなんですけれども、その回答の中では、65歳以上に段階的に順次やっていくと、インターネットでキャンセル待ちですか、
まあ、そういったのを、やっていくわけなんですけれども、この前、5月24日の全員協議会でいただいた資料の中で、まあ、2つの廃棄の防止のところが2つありました、まあ、集団接種のところと個別の医療機関のところ、まあ、それで、ちょっと一般質問のヒアリングで、お話も聞いたんですけれども、このワクチン、医療機関の部分で、まあ、医療機関からどうしても確保できない場合は町で支援してほしいと、まあ、そういった要望があったときは、町の方でいろいろ探すということが、まあ、ここに書かれているわけなんですけれども、質問書の中で、坂東市の話をさせていただきましたけれども、まあ、この中で、県からの指導があると思うんですよ。ですね、ちょっとこれ、私自身ちょっと茨城新聞の記事なんですけれども、4月24日付の茨城新聞に、振り替えの対象として教職員や保育士などのエッセンシャルワーカー、まあ、住民と接する機会の多い自治体職員も例示ということで、まあ、そのような県からの指導があったということなんですけれども、それについて町としてはどういうふうな確認されてますか。保健福祉部長、湯原克彦君。はい、お答えします。まあ、確かに県の方からそういう文書の方は来ているようでございますが、基本的に町の支援隊、ワクチンのやっぱりロスというのは、1回要介してから6時間以内にやらなければならないということがありますので、医療機関から、まあ、本来医療機関であれば、かかりつけ患者さんの、例えば付き添いの家族の方とか、まだ若年層の家族、患者さんの方をから、まあ、キャンセル待ちを、まあ、募ってリストアップして、まあ、独自にやっていくというのは本来の筋なんですけども、まあ、それどうしても対応できない場合についてはやはりワクチンを消化するのに即時間がかか来てほしいと、来て即すぐ問診票を書かなければなりませんので、そういう場合対応については町の方に支援、何とかしてくれ、町の方に支援してほしいという意見が多数ございましたので、町の方で支援する形にはなったものでございます。ただ先ほど言った通り、今度、まあ、あと、まあ、個別接種はそういう形で進めているところですけれども、まあ、集団接種に関しましては65歳未満の方から、65歳以上の方から現在公募を募って、待機してキャンセル待ちという形でやっております。ただ今後についてもある程度そういうエッセンシャルワーカーの方の指導もございますので、どこかに組み込めるかということは今後も検討する形は町としては取っているところでございます。以上です。10番永井義勝君。はい、その県からの指導というかね、その文書を見ていれば、ある程度分かると思うんですけども、今流行ってる、流行ってっていうかもしれない、今感染が主流になっているのがやはりその、若年層、そういったところでの感染が流行ってるというのは私も冒頭そ述べましたけども、やはり65歳以上というのはもう前からずっと言われていることで、かなりいろんな形でやられていると思うので、そこはもちろんどんどんやっていただきたいんですけれども、今改めて町としてやるのはその PCR 検査も今やりませんよ、まあ、できませんよという話が ありました。その中でじゃあエッセンシャルワーカーの方々にどうにかその仮に自分がかかってなくてもかからないようにするためのワクチンを接種することによって、学校ですとか保育ですとか、放課後児童クラブ、そういったところでのクラスターを防ぐというのが県からの指示の基本だと思うんですよ。で今坂東市の例を挙げましたけれども、まあ、坂東市のですね、新型コロナワクチン対策室というところから、まあ、市内の幼児施設、まあ、放課後児童クラブも含むそういったところにメールが出ていて、まあ、坂東市としてはそういったところで、やっていこうということで、一応ここに文書を書いたんですけども、その各保育園ごとにリストを出してもらって、
それでそのリストにのっとってキャンセルが出た場合には連絡をして、で6時間って先はありましたけども、大体まあどんなに広くてもね 1時間あれば十分到着するできる状況が、あると思うんで、そういったリストをそういった方々に対して作って出すということがやっぱり必要じゃないかと私は思うんですよ。それで、個別接種のところで、そのキャンセルが出たときは、ちょっとこれ多分24日にもらったときと文章変わってると思うんですけども、町の特別職の人とか保育士とか保健師、そういう順番になっていると思うんですけども、町の職員以外にもたくさんいるわけですよ、エッセンシャルワーカーの方は。ですからそういったところも含めてやらないとダメだと思うんですよ。その辺に関してはどう思いますか。保健福祉部長、岩原克彦君。はい、お答えします。一応長井議員のおっしゃることは非常に理解はしております。町としてもだから優先順位としましては、やはり保育士を最優先したというのがそこにあります。ただ、今度は町立以外の今度保育士や、そういう社会のエッセンシャルワーカーの方につきましても、ある程度そういうのは早期に必要かとは感じているということはございますが、基本的にまだ65集団接種については65歳以上の方を対象にしたというのは、やはり65歳以上のことはもう早期にやりたいという町の方の意向もございましたので、やはりそこに組み込んでしまう、キャンセル待ちとしてもやはり対象する年齢層を、優先するべきだということでやったところです。ただやはり65歳以上の方が終わった次についての最優先順位につきましては、基礎疾患がある方、それと障害者施設とかそういう、介護施設、入所施設以外の、障害者施設や、介護施設が職員の方が優先という形にはなっておりますので、エッセンシャルワーカーとしましては、そこで優先的な担保がされるかとは思うんですけども、ただ保育士や学校の教員に関しましてはどこでも担保されていないところもございますので、ある程度集団接種の今後の進行状況によってはそういうこともそういう方も対象にするっていうのは、今担当ワクチン対策室の方ではある程度の仕組みっていうのを今考えているところでございます。以上です。10番長井義勝君。はい、ぜひともね、対象にしていただきたいんですよ。でエッセンシャルワーカーといっても、やはりその障害者施設とか、あとは介護施設とか老人施設とか、そういった従業員方たちだけではなくて、やっぱりね、学校の先生にしても保育士さんにしても、やはりその仕事が日常的にないと、なかなか世の中が回っていかないというのは仕事の質だと思うんですよね。で今回去年の段階では学校の方が休校ということになりましたけれども、今よっぽどのことがない限りは国では学校の休校というのはやらないと思うんですよ。ですからやはり学校の先生たちは非常にその日常的に、やっぱりその今の変異株の中で結構怯えてるっちゃ失礼ですけども、やっぱり非常にね、注意しながらやられてると思うんですよ。で保育士さんなんかにしても、やはり自分のところでクラスターになったら大変だということで、かなり、ね、慎重にやってると思うんで、ぜひともそういったところを入れていただきたいと思うんですけども、ちなみにですね、県内ちょっと私が調べた範囲で少ないんですけども、そのキャンセルに関してそういった方々を優先的にやっていこうというところでは、鉾田市、東海村、霞ヶ浦市、守谷市、取手市、水戸市、あと常陸太田市などがちょっとね、新聞等々の報道で確認されてますので、阿見町もですね、ぜひともお願いしたいんですけども、それで、65歳以上の部分に関しては、やはりその国の方で、ね、7月いっぱいまでにやってくれということでね、言ってて、各市町村でも大変な思いをしているかと思うんですけども、ただ実際なかなかそれができないと思うんですけども、そのワクチンの、廃棄の防止のところで、この文章で、町として、ちょっと確認なんですけども、町としてはその集団接種の部分に関しては、その65歳以上の人で、申し込んでいただいて、キャンセル待ちをしてもらうというのがまず一つありますよね。その中に、そういったエッセンシャルワーカーの人を集団接種の方にも組み込むという考えはありますか。
保健福祉部長、岩原克彦君。はい、お答えします。まず一つ、個別接種の医療機関においてもですね、先生方によっては学校医という形で携わっている方もおりまして、そういう方々につきましては、学校もキャンセル待ちのリストに加えたいという相談がございました。それについては、担当する学校の方に、町としては個別の医療機関についてそういうキャンセル待ちの考え方については特段介入することがないので、そういうのはぜひやっていただきたいということで回答したところでございます。あとやはり集団接種の考え方につきましては、例えばキャンセル待ちの例えばキャンセル待ちっていうのも必要だと思いますので、そういう中にまず最初にそういうエッセンシャルワーカーの方を組み込んでいくっていうのも一つの考え方のところにあるかとは思うんですけども、一つキャンセル待ちの方はいろいろありますので、そういうエッセンシャルワーカーの方につきましてもいろいろ考えてはいきたいと思っています。以上です。10番永井義勝君。はい、ぜひとも、ね、考えていただきたいんですけども、今ちょっと答弁の中でその医療機関、個別の医療機関の中で、その学校の校医さんというんですかね、やられているということで、その行っている学校にという話も今ありましたけども、やはりその辺で各学校で不公平感のないような形でお願いしたいんですよ、ね、ある学校の校医だからそこの学校だけになっちゃうよというんじゃなくて、やはり先生方はみんな一緒で、ね、ですのでそういったところの、ね、不公平感というのはないような形で、それは、もう町の方としてそれはお願いしたいんですよ。 できれば学校関係、あとは保育所とかそういったところまで含めてね、ぜひとも早い段階でやっていただきたいと思います。で、65歳以上の部分ではそのキャンセル待ちのキャンセルって今ありましたけども、はっきり言っていろんな形でいろんなキャンセルが起こり得ると思いますので、ちょっと町としてもですね、ぜひともそのキャンセル待ちの部分でですね、そういった方、エッセンシャルワーカーの方々をなるべく早めにワクチン接種ができるような形で安心して、生活できるようにということでね、ぜひともそれをよろしくお願いいたしまして、1問目を終わります。10番永井義勝君。はい、はい、それでは、次の質問に移ります。阿見町での生活保護の実態について質問いたします。コロナ禍の中で、倒産や解雇による失業が増えています。特に女性の失業が増え、生活苦から生活保護を受けるケースもあるかと思います。阿見町では県南県民センターでの受付での生活保護につながっているわけですが、昨年から今年にかけて生活保護を受ける件数は何件になっていますか。またその中で女性の割合はどのようになっていますか。また生活保護の申請時に親族に対して扶養照会を行うことが生活困窮者が申請をためらう大きな原因となっています。このことについて今年の2月に厚労省から事務連絡が来ています。その中の問答集で扶養義務の扱いが変わっています。そのことについてどのように変わったかお答えください。また今回の通達ではありませんが、非保護者の車の所有についてお伺いします。日常生活の中で通勤や職探し、子育てのために自動車は欠かせません。生活保護を受けているのであれば車は処分してではなく日常生活が遅れない場合もあります。車の所有に対して阿見町や県南県民センターはどのように対応しているかお伺いします。ただいまの質問に対する答弁を求めます。町長、千葉茂君。阿見町での生活保護の実態についてのご質問にお答えいたします。1点目の昨年から今年にかけての生活保護を受ける件数並びに女性の割合についてであります。令和2年度におきましては申請件数55件のうち保護決定件数は45件でした。
女性が世帯主である家庭の割合が 40% となります。2点目の親族に対しての扶養照会についてはどのように変わっているかであります。扶養義務履行が期待できないものの判断基準としては20年間音信不通であるとが想定されておりましたが、令和3年2月26日付事務連絡生活保護問答集についての一部改正についてにより、令和3年3月1日からは判断基準として著しい関係不良の場合等を想定する、例えば当該扶養義務者と10年程度音信不通であるなど交流が断絶していると判断される場合は著しい関係不良とみなしてよいとされました。県におきましても改正後の取り扱いに従い対応しております。3点目の車の所有に対して阿見町や県南県民センターはどのように対応しているかについてであります。原則としては自動車の保有使用は認められておりません。ただし状況によっては例外的に認められる場合もあり、現在町では県の規定により障害を持っている方のいる1世帯が自動車の保有を認められております。生活保護受給者の自動車の保有使用の通報等があった場合は県に報告し、当庁でも状況の確認に努めております。その後状況に応じて県から指導を行い、改善されない場合は生活保護廃止処分となる場合があります。以上であります。10番永井義勝君。はい、この生活保護に関しては町としては、ね、直接、関わってないというか、ね、受付の、ね、窓口になっているということで、県南県民センターの方で、ね、具体的にやられていることなんで、なかなか、町として判断しづらいところもあるんですけども、何点かちょっとお伺いいたします。まずですね、2点目のところなんですけども、この親族に対しての扶養照会、これに、なんですけども、これ今年の2月に、事務連絡が来てて、そういった形で、状況が少し変わったんですけども、ちょっと私の聞いた話で水戸市なんですけども、水戸市でもかなり生活保護の、件数が多いわけなんですけど、その中で親族の人に扶養照会して、でどうにかなりますよというようなところに水戸市の職員の2人が1年間何件かを回っているわけなんですけども、それで取れた実態が6000円だったっていう話をちょっと聞いたんですよ。1年に2人の職員がかけて6000円ということでね、非常にこれ生産性が悪い部分なんですけども、今回ですね、町として、町としてとか県南県民センターの範囲になるので分からないかもしれませんけれども、その扶養照会により親族で金銭的な援助ができた件数というのがもし分かればお願いします。保健福祉部長岩原克彦君。はい、お答えします。令和元年度2年度において扶養照会によりまして親族から経済援助を受けた事例についてはございません。ただそれ以前についてはちょっとデータがないのでちょっと分かりません。以上です。10番永井義勝君。はい、令和元年2年度は実質的にやっぱりないと思うんですよね。で、もう一つお伺いしたいのはですね、その扶養照会をするということがネックになってて本を受けなかったという件数は分かりますか。保健福祉部長岩原克彦君。はい、お答えします。令和元年度および2年度についてはそういう申請をしなかったという件数はございませんでした。以上です。10番永井義勝君。はい、その扶養照会がネックでというのは、同じように なかったわけですね。です、その次にですね、3点目のとこなんですけども、車の所有に関してなんですけども、回答の中で、現在町では県の規定によりってこういう文言があるんですけども、その県の規定というのは具体的にどういうものかちょっと教えてください。
保健福祉部長、井原克彦君。はい、一応、県の規定では、通勤や通院等、こちらに通院等とあります、通院等には通院や通所や、施設への通所や、あと学校への通学、こういうものが含まれております。そうした場合に、該当した場合に、まあ、県の方が一定の条件が規定した県 の, 一定の条件があって、社会通念上処分させることを適当としないものとして認められた場合については保有が認められているということになっております。以上です。10番永井義勝君。はい、まずは車の保有の件なんですけども、私も同じ様子のやつを今持ってるんですけどね、困難な地域に居住する場合だとか、困難な地域に勤務先がある場合だとか、そういったところが、あと深夜勤務ですか、あるんですけども、そういった中で、今現在、生活保護を受けてても、やはり働いている方っていうのはおられるかと思うんですけども、そういった方で、今現在、車を県、生活保護を受けるから車廃棄してくださいよって言われる中で、なおかつ自転車とか徒歩とか公共交通機関を使って働きに出てる人っていうのは町の方で何人かいるか、ごめんなさい、それ分かんないかな。もし分かればでいいんですけども、どうでしょうか。保健福祉部長、井原克彦君。はい、お答えします。大変申し訳ありませんが、町の方ではそういった把握してございません。以上です。10番永井義勝君。はい、すみませんね、ちょっとこれ事前にお話しするの忘れていたんでごめんなさい。やはりなかなか今生活保護を受けてて、なかなか就労している人っていうのは少ないっていう話はちょっと聞いたんで、ちょっともしかしたら町の方で少し抑えてるかなと思ってちょっとお伺いしました。すみません。はい、じゃあですね、あともう一つ、これも県南県民センターが決めることだから、なかなか町で介入できないということもあるかもしれませんけれども、今、働いてなくて生活保護を受けていて、これから働きに出るためにその面接試験だとかそういったのがある、そういった中でどうしてもこの車を使わないとそれができないというようなことっていうのは、現実的に、今阿見町の中ではありますか。社会福祉課長、遠藤智子君。はい、お答えいたします。現時点で申し訳ございません。現時点で就労するために、車の所有をしているという方についてはちょっと把握できておりません。で、県に確認したところ、所有自体を認めている場合はあるということなんですね。で、お金をすでにも勤めていて、半年以内に生活保護を確実に脱却する場合という場合は処分の指導をしなくても良いとされているということなんですが、乗ること自体は所有していてもダメということでの判断と聞いております。以上です。10番永井義勝君。ごめんなさい、ちょっと最後の方ちょっと聞きそびれちゃったんですけれども、乗ること自体はダメですよっていうのが県の判断なわけですか。それはどういう背景があってそういった判断県がされているのかっていうのは分かりますかね。社会福祉課長、遠藤智子君。はい、お答えいたします。申し訳ございません、そちらは把握しておりません。10番永井義勝君。はい、生活保護でも私も何人もいろんな形で相談を受けて、で以前車があったけれども泣く泣く手放したっていう方もいます。その人はちょっと精神的な病気があって、やはり車が必要だったんじゃないかと思うんですけども、結果的には手放したということもあります。そういった中で町として生活保護行政に関してはね、県の方、県南県民センターの方でやるんで、なかなか、突っ込んだとこまでは言えないと思うんですけども、
まあ、補正活動後に関して、町の方に申請して、まあ、いろんなことを、まあ、もちろん聞くわけですけれども、先ほどの冒頭言ったその、親族に対する紹介義務、これは先ほども言ったように、これをやることによって生活保護をやめてしまうということが、まあ、阿見町では先ほどないという話でしたけれども、まあ、他の市町村ではかなり出ているというのも聞きます。ですから、それとあと車を泣く泣く手放さざるを得ないというのも他の市町村でも、ね、かなり状況としては、聞いておりますので、まあ、阿見町としてもですので、ね、生活保護に関しては非常に丁寧な対応でよろしくお願いしたいと思います。以上で質問を終わります。これで10番永井義勝君の質問を終わります。以上で本日の日程はすべて終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。ご苦労様でした。